はい、60レゴル。あー、家着いた。本気でマイクラフトやりますだっけ。パート3へようこそ。もうすぐに去って録画ボタンを止めて出してみて。はい、ドン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 、全部チェストに。ふーい、よし、ちょっと待ってよ。よーもっと、これよーもーで、ベッドは木と、何これ、あー、誰か、バイクがうるさいな。これは、あ、羊毛み。そうか、灰色の羊を見つけないといけないというわけですね。じゃあ、羊毛ちゃんを、1、2と言って、もう手ぶらで行きます。手ぶら。スティーブ手ぶら。手ぶらスティーブの旅、みたいな。なことだね。あ、マジでモンスターいない。もう逆に寂しい。泳いでもいないし。いないかなぁ。なんかなってるのかな、モンスターがいません的な感じのやつができてるのか、まさか。これか。あ、じゃあ、もう、終わりの時はね、こうやりますか。終わる時は。痛い。よかった、こういう時に備えて、こうやってね、手ぶらでいて、よかった。はい、手ぶらで言ってよかった。スティーブが歩いてますね。こうやって動画撮ってもいいかもね。スキンを変えたいんですよね。ピーってできるかな。お、回復してきてるか。戦闘機の中通った。スティーブキモい。よし。あー、やりにくいな、ちょっと。はい、壊せなさい。皆さんはどっちが好きなのかな。食べないの。サトウキビって食べ物ですよね。食べないんだ。うお、うおとか言ってね。スティーブ。回復が P だと早いね。これはいい。まだここで溺れしとかやめてください。普通これで、この深さで。溺れは、スティーブしないでしょ。ちょっとやりづらいっすね。はいはい。はいはいと。なんか穴があります。穴じゃないね。じゃあ、あっち渡りましょうか。てん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 。マインクラフトをクリアするのって、エンダーマンを倒すんですよね、確か。ピーってエンダーマンが出るのかがわからないんですよ、よく。だから、わかる人は教えてください。コメントお願いします。はい、今回手に入ったのは、サトウキビ3本でした。2、3。あー、バケツとかも作りたいね、早く。バケツ。あれ？これ。あ！え？もしかして、バージョンアップで変わったんですか？もしや、これを。マジですか？これは何に使うんでしょう？ああ、棒を取れ。
一個違いですね。はい。あ、こうなんだ、びっくりした。なんか、あ、手ぶらだからってことですね。バケツってどうすればいいんでしょうか。タイマー。あー、え、何が違うんでしょう。これとこれの違い分かりますか皆さん。石炭の形がちょっと変わっ、石炭木炭ってことかな、どうかな。鉄、金、ダイヤ、はしごも作れますね。ちょっと見張り台とか作りたいですね。1、2、はい、いっぱい。棒を作りたい。棒を、棒をいっぱい作って、柵をいっぱい作って、もう作れない。はい、棒をいっぱい作ります。棒、結構いきましたね。で、柵を28個ぐらいでいいです。で、棒を、はい、棒が20個。で、1、2、シャベルも一応使うかな。一応全部やっておきます。あ、棒、取っときゃよかった。あ、取っといてあるか。あー、これは返してほしい。あ、棒も、棒。はい。これではしごを1個しか作れないんですか？はい、1個。はい、木を集めに行っていきたいと思います。はい、今から棒を作りたいので、あー、ラージチェストもいいな。じゃあ、この斧を使っていきましょう。石炭。よし、ちょうど夜が明けてるところだ。よっしゃー。では切っていきましょう。あ、楽、楽。楽ですね。おー、なるほど。いい感じ。いい感じ。さすが、斧は、すごいですね。まさか、このままずっと集中しすぎて見えなかったかな。やばい、ごめんなさい。ほんとごめん。こんなだったよね。こんなだったってことですよね。ちょっともう今ね、12時で、夜じゃないですよ、昼ですよ。なんで、ちょっとご飯を、あれしないといけないので、それは一般人ですからね、そりゃ。ご飯も食わないとダメですよ。逆に社会人でもご、俺は何言ってんだ。はい、いっぱい木が集まりました。では、パート4へ続きます。順調だよ。